この生物多様性って言葉みんな知ってる？なんか自然環境ととっても関係している言葉みたいなんだけど、難しい言葉だね。一体どういう意味なんだろう。私たちの暮らす愛媛県、ここはずっと以前から豊かな自然環境がありました。瀬戸内海から宇和海へと長く続く海岸線の長さは1700キロもあります。そして愛媛県には緑豊かな森や林もたくさんあり、その面積は愛媛県全体の 70% にもなります。このような豊かな自然に恵まれた愛媛県には、瀬戸内海国立公園、石鎚国定公園、足摺宇和海国立公園などの全国に誇る自然公園があり、その美しい景色を動画で発信していく取り組みも行われています。愛媛県の面積の 70% を占めている森林、実は森や林は自然環境を守る大切な役割を持っています。森林はこのようにたくさんの役割を果たしながら、木や草が成長するために二酸化炭素を吸収することで地球温暖化防止に役立っているのです。美しい海と緑豊かな森林、そこにはずっと以前からたくさんの種類の生き物がお互いに関係し合いながら存在してきました。動物も植物も愛媛県の特徴のある自然の中で環境にうまく対応して生きてきたのです。愛媛県内の野生の動物と植物は合わせて1万8000種を超えると言われていて、山、川、海、そして里などのさまざまな環境の中で私たちに生物多様性の恵みを与えてくれています。さまざまな生き物がいろいろな環境の中でお互いに関係し合いながら生きていくこと、それを生物多様性と呼んでいます。この映像は今から60年ほど前に愛媛県内の動物園で撮影された国の特別天然記念物ニホンカワウソです。以前はこうして誰でも見ることのできた野生のニホンカワウソですが、50年ほど前からは目撃情報もなくなり、2012年に国では絶滅したとされています。このように愛媛県に住んでいた生物のいくつかは環境の変化によって生きていくことができなくなっているのです。これは愛媛県が発行したレッドデータブックです。レッドデータブックは絶滅の恐れのある野生生物の情報をまとめたものです。愛媛県内にも環境の変化によって
絶滅の恐れのある生物や絶滅してしまった生物は残念なことにたくさんいます。愛媛県に昔から住んでいた生物が減ってしまう原因にはもう一つ、海外から日本に入ってきた外来生物がすごく増えているという理由もあるのです。愛媛県で外来生物がもともと愛媛にいる生物たちにどのような影響を与えているか見てみましょう。ここ今治市博多町では特に危険な外来生物の特定外来生物に指定されているカミツキガメの捕獲調査が行われ、多くのカミツキガメが捕獲されました。もともとは日本にいなかった外来生物はペットとして私たちの身近に入ってきて、飼い主が身勝手に川などに捨てたことから、それが野生化してその場所に住んでいた生物を食べて増えていくということが大きな問題になっているのです。今愛媛県では生物多様性についてみんなで学んでみんなで考えようという試みがいろんなところで行われています。ありがとうございました。それでは、ここはカブトガニの繁殖地として愛媛県の天然記念物に指定されている西条市河原津海岸。でもその後カブトガニは絶滅が心配されるほど数が減ってしまいました。カブトガニはカニってついてるんですけど、カニやエビの仲間の甲殻類ではないんですよ。クモやサソリに近い仲間があります。生きている化石と呼ばれるカブトガニにもう一度戻ってきてもらうために続けられているのは、カブトガニが暮らしやすい環境を取り戻すための海岸清掃やカブトガニの赤ちゃんの放流といった取り組みです。カブトガニがうまく育ってくれたら嬉しいです。また今治市の小田ヶ浜では地元の企業と小学生が絶滅が心配されている特定希少野生動植物を守っていこうという活動に取り組んでいます。特定希少野生動植物とは愛媛県の中で特に守る必要がある動物や植物のことです。自然環境を守る取り組みが続いている愛媛県では嬉しいニュースが聞こえてくることもあります。この映像よく見てください。道路を走っていくこの動物、実は愛媛県では50年も前に絶滅したとされていた国の特別天然記念物ニホンカモシカなんです。こうしたニホンカモシカの目撃情報もここ何年かで東予地域の各所から寄せられるようになりました。さまざまな生物たちが生きていくことのできる自然環境をもっともっと守っていかないといけませんね。いろんな生物たちが生きていく環境を守ることはとっても大事なんだね。そして私たちにもそのためにできることはきっとあるはず。例えば自然の中で生きている動物には餌を与えない、むやみに野生の生物を捕らない、外来生物を自然の中に持ち込まない、その他にもきっとたくさんできることはあるはず。私たちにもっと何ができるかみんなで考えてみ